さんこんにちは。どうも。あ、こちら。お、すごいたくさんいる。警察官の皆さんお疲れ様です。水上です。こんにちは。横浜地方公聴会で遠野駅委員長に喧嘩を打ったという弁護士でございます。今日ですね、なんとか安保特を開いてくれと。というのは私が結構頑張りましてね横浜地方公聴会一応全部議事録見ていただくと今回の安保法案およそ通せるような法案じゃないっていうことが割と平易に全部わかるようになっています。2時間半でその議事録、頑張りすぎたのかもしれませんね。結局委員会で報告されませんで、報告されないまま決議されちゃったんです。で報告されるとですね、私のやった喋った内容と私が出した資料というのは末尾に添付されて議事録になるんですけど、報告されないで、強行採決と称する起立座り起立座りというやつですねが行われたので議事録なくなっちゃいました。なので私の口述の内容は議事録としては正式には残らなかった。これは憲政史上初、憲政史上初めて幻の議事録に言葉を残した男ということになりました。私はそこまで向こうが嫌がってくれたというのはある種勝ったと思っていますけれども、それでですね、ただこれちょっと問題なのは公聴会っていうのはですね、議員の方が、参議院が公述人を呼んで議決の参考にしたいから喋ってくれっていう会なんです。で私はそれに行って喋った。それなのにその内容は審議にも議決にも全く使われなかった。そもそも議事は議事録は添付されなかった。でこれは民主主義の手続き上明確に献血、これ違法ってことですねがあるんです。でその状況を直すためにはもう一回安保特を開くしかなかったんです。でそれ提案しました。もっと言うと議員部呼んだんですよ。で絶対ダメだと。さらに言うと佐藤理事に福山理事から電話してもらいました。このまま言ったら本当にこの法案重大な献血あるぞと、無効だぞという話をしました。でそうしたら結構佐藤理事困ったらしくて、委員部から提案書が来ました。2種類ありますやり方。1個は12時10分から、委員会開いてもう一回やる。もう一個は12時10分から本会議開くんだけど本会議の冒頭の委員長の報告の時に開催の報告も一緒にする。でどっちかで勘弁してくださいって言ってきました。でこちらは案にはダメだと、もう一回委員会やれと突っ張りました。で実は国対委員長会談まで行ったんです。これどうするかね。でどうなったかっていうと案にさえ行われませんでした。丸無視ね。どうなったかっていうと案無視丸無視だったんです。それねどういうことかっていうとね、これは完全にこの決議は献血がある、つまりルール違反が明確になっている。でそのルール違反は院部自体が認めてるんです。だって案1か案2やらないとダメですって言ってんだから。で案2もやらなかった、ね、だから福山さんは思いっきり怒ったんです。最後はすごい怒ってたでしょ。外の人との問題なんですって言ってたのはそういう意味なんです。そういうやり取りがあったんです。でそうしたら佐藤理事が議決が終わった後に福山理事のところにちょこちょこっとやってきて、後から例外ってことで添付するんで許してください言いに来た。でふざけるなと、なんでお前こぼし受けなきゃいけないんだと、どうしてもやるってんだったら今からもう一回安保特開けと言ってくれました。それは頼んであったんだけどで福山理事からもう一回、これもう一回24日に安保特開けと要求してもらってますが、多分開かれないと思います、ね、でただここまでやるとどういうことになるかというと、今回の議決は明らかに手続き違反があるということがはっきりしました。つまりこの法案は潰せます。私の議事録は今の時点では存在しなくなっちゃった。でこれもう安保特開かれないとね、次の国会って安保特自体が制定されないから、もうなくなっちゃうんです。幻の議事録なんです。でただ私福山さんにこれ約束してくださいと言いました。次この法案を潰す安保特を開くときに
最初に議事録報告してください。潰すときに今回の議事録は復活します。こっからはこの法案本気で潰しに行く戦いです。弁護士に喧嘩を売ったんですからね。これは理屈上明らかに埋伏の毒が仕込まれたんです。こっからはちゃんと戦えば潰せます。ですから今日ここで落胆して諦めるのではなくて、潰す戦いが始まるという希望を持って今日ここで決起大会をしたいというふうに思います。というわけで、頑張るぞって言ったら思って